はい、皆さんこんにちは。今回はですね、東京ビッグサイトで開催されているジャパンモビリティショー2023に行ってきたので、軽く紹介していきたいと思います。なぜ軽くかと言いますと、うまく動画が撮れなく素材が足りませんでしたということでね、見にくいとは思いますが、よろしくお願いします。それではジャパンモビリティショーに行ってみましょう。まずビッグサイトの階段下にはですね、昔のラリーマシンなどが並んでました。こちらランチアデルタと言いましてね、昔のラリーマシンなんですけど、いやー、やっぱ昔のラリーマシンもめちゃくちゃかっこいいですよね。すごい攻めた感じのマシンだと思います。はい、こちら WRX なんですけど、こちらのねトグのカバーもね、カーボンでできてるし、このウィングもね、ゴロつくてかっこいいですね。はい、ということでね、昔の車を見ながらビッグサイトの入り口に並んだんですけど、4年ぶりともあってですね、人がすごかったですね。東の方のですね、奥の方から攻めたんですけど、最初キャンピングカーなどが並んでました。キャンピングカーもね、いろいろあってね、見てて面白いので、ぜひ皆さん見てみてください。はい、こちら EV カーなんですけど、この車がですね、カニ歩き走行ができる車だったりとか、あとその場で180度ターンできる車なんでね、よかったら面白いんでこれも見てみてください。外にはね、キッチンカーなども出ているので、お腹が空いても全然安心なので、食べたいもん食べれて最高ですね。他にもね、いろんなメーカーのドローンがあったり、あとホンダブースにはね、プライベートジェット機みたいなものも置いてありました。あとドラえもんに出てくる、ね、サピオっていうね人がいるんですけど、それのね乗ってたやつに似てるやつがホンダでも出してましたね。あとオフィシャルグッズショップや MotoGP 機もね並んでたので、ついつい撮っちゃいました。そしてですね、こちら GR ヤリスのラリーカーマシンですよ。これ本物ですよね。すごい迫力ですよ。このブリスターフェンダーとかね、ごついですよね。で、このリアウィングもね、すごいかっこよかったです。スイフトスポーツ用に出てくんねえかなって思ったりもしなくはないですね。こちらがフォーミュラカーなんですけど、こちらもしかしたら EV なんですかね。フォーミュラ E と書いてありました。はい、ということで鈴木ブースに行ってみたいと思います。はい、まずスペーシアがあったんですけど、スペーシアもね、意外と良さげでしたね。車内空間も広いしね、利便性もいいし、軽なので燃費も良さそうでした。スイフト見ていきましょう。はい、このスイフトなんですけど、まあ賛否ありますね。いいって方もいれば、かっこ悪いっていう方もいるんですけど、横から見たらね、ちょっとボンネットが正直あんまかっこよくなかったかなと思います。正面から見るとね、ワイド感があってかっこいいんですけど、あとそうですね、このディーピラーのところなんですけど、ここね、ここだけなんかラメあったので、これはちょっと違和感ありましたね。はい、あとこのエンブレムなんですけど、えぐれてるのでエンブレ剥がしちゃうとね、ダサくなっちゃうと思います。で、車内なんですけど、こんな感じですね。ちょっとイベントがあって中座れなかったんですけど、ディスプレイオーディオがちょっとやっぱ気になるかなと思いますね。で、ステアリングはやっぱ一緒で、そこら辺は同じですね。あとメーターがちょっと変わった感じで。で、助手席も全然広くてですね。で、USB もタイプ C とタイプ A。あと、左側がシガーライター使えるのかなって思いました。あと、助手席側にもね、シートヒーターも使えるし、電子パーキングになったので、ちょっと楽にはなったのかなと思うんですけど、やっぱ電子パーキングだとマニュアルなくなっちゃうのかなって思いましたね。ちょっとそこら辺は残念でした。
はい、ということでね、モビリティショー行ってきたんですけど、あと1日あるのでね、よかったら皆さん行ってみてください。ということで今回の動画はここまで。皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回、バイバーイ。